森マリー1月7日から1987年6月6日は日本の小説家エッセイスト。翻訳も行っている。東京市本郷区駒込千賀議長出身。文豪、森大外とその二人目の妻茂の長女である。幻想的で優雅な世界を表現することに優れており、主な著作には父の帽子、恋人たちの森、甘い蜜の部屋などがある。また、 独特の感性と、短美的な文体を持つエッセイストとして、晩年まで活躍した。森家の長女として生まれた祭りは、王外を、はじめ非常に多くの人に囲まれ、可愛がられて育った。特に王外の敵いぶりは有名で、彼女は16歳まで王外の膝の上に座っていたという。東京女子高等師範学校付属小学校に入学したが、 10歳の時に教師と衝突して中退し、フッツエワ人上小学校に転校。1919年3月、フッツエ高等女学校卒業。同年11月、王外の紹介で、フランス文学者の山田玉樹と結婚する。1922年に1年間突出して、パリに住む。この旅の途中で、日本で最愛の父が死去した。 このことが、後年の大外像を極端に美化する一因ともなる。1920年、長男山田。1925年には、次男徹を出産するが、1927年、夫の芸者遊びなどが原因で、自らの意思により離婚。ついで東北帝大教授の佐藤明の5妻になるが、仙台には、銀座や三越がないんですもの、と仙台での暮らしを、 嫌がり、では実家に帰って芝居でも見ておいでと送り出されて、離縁させられた。佐藤の連れの娘二人にも馴染めなかったようである。一年足らずの再婚生活だった。戦争中は森家に寄宿する生活だったものの、いわゆる出戻りであったため、肩身の狭い生活だったようである。1947年から世田谷区で一人暮らしを始める。長らく無職だったが、 この頃に、大概作品の著作権が切れて、印税収入が得られなくなったために、文章で稼ぐことを余儀なくされ、一時は、花森康次が編集する、暮らしの手帳の編集部に身を寄せていた。この前後に、多くの文人と交わるほか、離婚により離れることとなった子供たちと、再会するなどしている。特に、性格の似ていた長男のとは、恋人のような生活だったという。 ただし、生活能力のなさから、家は、かなり散らかった様子で、老う再生などは、そのことを気にして夜も眠れなかったという。1957年、54歳で、王外に関するエッセイを集大成した、父の帽子を、発表、第5回日本エッセイストクラブ賞を受賞する。その後、甘い蜜の部屋、恋人たちの森などの長短編小説群を発表。 三島幸男などから激賞され、一躍作家の仲間入りをする。その後も、父、王外の話を中心に、多くのエッセイを執筆し、全集も出版されている。贅沢貧乏などでは、独自の美学を表現する。その他、1979年から1985年に、心臓発作で入院して、連載打ち切りになるまで、週刊新潮史上で連載された。 ドッキリチャンネルがある。独特の神美眼と華麗な言語表現により手話の賞賛と忌憚のない意見を織り交ぜてテレビ番組やタレントを批評した。子供がそのまま大きくなったような人と評された祭りの生活能力のなさは自他共に認めたところだったが唯一料理だけはかなりの腕前と自負していた。作るだけでなく食べることも 大好きで、小説で好んで食事のシーンを書いたほか、エッセイで得意料理のこしらえ方やお気に入りの食べ物についての記述が多くある。後年、森マリを愛する人々の手によって、エッセイから食べ物に関する文章を抜き出した先週や、祭りの作った料理を再現した本が出版された。1987年、祭りが世田谷区共同のアパートの自室で倒れているのを、 通いの家政婦が発見したが、すでに心不全により死去していた。85歳没。死後2日が経過しており、いわゆる孤独死であった。改名は、上楽院祭り、清河大師。ありがとうございます。